ここよ。一人目の支配の律者が誕生した場所。いい大学ですね。人形体内のコアを解析した結果、律者に関する情報を手に入れた。ただし、情報が…しかし、逆探知により一体目の人形が現れ、ちなみに今は宿主という言葉で人形の元となった人間を…彼を見つければいいのね。もし…ああ、できれば本人を助けてほしい。もし失敗したとしても、人形を持って人形のコアを破壊しないように注意してくれ。中から…どうして？家系図を想像してみよう。最初は二人だったが、どんどん数が増えていき、支配の律者もそうだ。もしそれが本当に一体目の人形なら、それを基準に他の個体、律者の誕生法則、電波規律、能力原理、もちろん家系図はあくまで比喩表現だ。私たちの任務は大学に潜入し、天命のヴァルキリーたちも律者コアの回収をしたから、一体目の人形はすでに彼らの手の内にあるかもしれない。それで、わかりました。四季の律者の方は、残念ながら、まだ彼女の行方はつかめていません。断片的？しか、ええ。でも、彼女が心配なの？ええ。彼女は律者ですが、その根の部分は悪くありません。じゃあ、コアの力を使って。できないと思います。どうして？変なんです。コアは私の中にありますが、四季の律者の綱引きみたいなもので、私が律者の力を使おうとすれば、しかし今の私にはできない。もちろん、都政の羽の称賛。それと、負荷の体は、その影響を受けてる。任務の遂行に問題はありません。学園長。負荷の過去を知った。そうですか。でもあなたは、セイフレイヤーの学園長なんですから。事実を、ソルトレイク基地のことを聞きました。皆さんは大丈夫ですか？ブローニャの状態は安定してるわ。律者の安全のため、キアナにはしばらく任務を与えず、施設内で待機してもらってる。ええ。もし支配の律者。ただ、また部屋にいてもらうことになるの。キアナはそんなことを気にしないと思います。この学校は、セイフレイヤーと少し似てるわね。久しぶりに学園に戻りたいですね。でも、生徒はあまりいないみたい。夏休みだから、皆さん帰省したのでしょうか。そういえばそうだったわね。セイフレイヤーは、夏休みでもみんな学園内にいるから、勘違いしちゃったわ。ここが彼の研究室。結構散らかっていますね。何かないか探してみましょう。手がかり。講義の時間割り。はあ、結構入ってるわね。ローンの通知書に、電気代。どうやら経済的なトラブルがあったようです。これは、あの教授の日記？名前からしてそのようで。見た感じは普通の日記ね。5月15日。あれ？ 5月17日。はあ、また、すでに7つの医学誌に不採用を食らった。もう、ネガティブな。終わった。今月も進展なし。昨晩、劇場の夢、これだわ！劇場は非常に広く、ゴシック系、かすかに声が聞こえた。私は、そう。そうだよ。待て。私は一旦、また、あの劇場の夢を見た。精神科を予約した方がいいかもしれない。おかし、昨日は一日中眠っていたみたいだ。この木星の私が
人形ね。その身長も座る姿も顔も、ああ、わかった。支配劇場へようこそと。歌う怪物。このページ何も。夢の中の声。支配劇場。現実で人形が生まれた後。支配劇場は奴らの本。人形たちは自由に劇場を出入りできて、他人が入ることを拒否することもできるかもしれない。残念なのは日記に他の手がかりがない点ですね。職員寮に行きましょう。それと警備員。わかった。職員寮には私が。私が行くとはきっとまた子供。警備員は確かここら辺に。私に何か用かな。君、体に異物があるみたいだね。人形。私が助けてあげようか。ん？あ、君。何がです？律者コアの気配を感じて。君のは血栓のような。あなたは知らなくてもいいことです。どいつもこいつも気分リラックスして。私の自分のことだけ心配してください。最近の若者は言うことを聞いてくれないな。医者の言うことはちゃんと聞きなさい。さすがにこれは。待ちな。逃がさないわよ。お、神の子でもこんな。あなたたち目的人類の進化に決まってるだろう。まだわからないか。崩壊は病なんかじゃない、抗体だ。人類。学園長、多分そいつと話しても無駄です。おや、もうやめるのか。いいだろう。じゃあ手を動かすとしようか。何をする気？
これはただの体だ。まだ人類だった頃の私の意志も精神もとうに仲間たちと支配。私が一人でも生き残れば私は死なぬ。見るがいい。やれるものならやってみなさい。これがあの教授の人形ね。ええ、しかしフカもそう思う？なんだか不安になるぐらいうまくいきすぎてて。なるべく早く皆さんと合流しましょう。ええ。